お好みの辛さでやってください。はい、おはようございます。今日はちょい辛肉豆腐作っていきたいと思います。玉ねぎはあれば使ってください。簡単にできます。じゃあやっていきます。はい、沸騰してきました。そしたら肉入れます。今日は豚肉使ってます。牛でも何でも好きな肉、使ってみてください。豚バラも肉豆腐は結構美味しいですし、牛も結構美味しいです。はい、そしたら豆腐です。好きな大きさに切ってください。3分の1に切ってこうかな。はい、これ入れるときビショッとやると飛びますので、静かに入れましょう。 あと玉ねぎですね、5ミリぐらいにスライスしてあります。これも入れます。あとめんつゆ、これ適当に入れちゃってください。最初の水の量は 500cc です。めんつゆの量は適当で、肉の量もかなり適当です。豆腐は1丁です。沸騰してきたら、沸騰が続くぐらいな火の強さ、中火かな弱火かな、とりあえず弱火にします。味見します。ああ、ちょっと薄いかな、ちょっと甘いんで醤油入れちゃいますね。醤油ちょっと入れます。味付けは好きなように好みでやってください。でね、肉これかなりでかいんで、ちっちゃく切っていきます。食べやすい大きさに切ります。豆腐に色がついてくるまで切ったら相当かかるか、まあ適当な時間煮込んでください。もうこのまま食べれるといえば食べれるんですけど、玉ねぎもうちょっとしなっとなった方が美味しいと思うんで、もうちょっと煮ていきます。豆腐ももうちょっと色ついてくれた方が美味しいと思うんで、なんかこの料理はまあ簡単に適当に好きなように作っちゃってください。動画にする意味がないかもしれないですけど、まあ簡単にできますよという動画になると思います。肉多いな豆腐の割に。はい、でここで今日のポイントです。この豆腐バージョン入れると味が全然変わるんで、これ使ってみてください。どのぐらい入れるかは入れて味にします。これぐらいかな、お好みの辛さでやってください。ちょっと肉多いですね、これ肉豆腐になりますね。これ豆腐バージョン入れたんで味見してみます。あ、いい感じ。ちょっと辛いかもしれない。まあでも美味しくできてきてると思います。はい、玉ねぎいい感じに柔らかくなってきてます。これぐらいでいいと思います。じゃあ盛り付けていきたいと思います。まず豆腐、あとは肉、今日肉の量がかなり多い、盛り付けのセンスだとないです。ちょっとどうやって盛り付けるこんな感じでいいのか。はい、じゃーん。はい、ちょい辛肉豆腐の完成です。わーどん。はい、じゃあ食べていきたいと思います。いただきます。どれからいく、やっぱ豆腐からいった方がいいんだろうね。これ熱いよねきっとね。ちょっとちっちゃくしてフーフーして食べたいと思います。
ただきます。あー美味しい。じゃあ今度肉。うん、あー美味しい。肉やっぱうまいね。玉ねぎ、うん、美味しい。あの味付けやっぱりめんつゆだけだとちょっと甘すぎる感じになるんで、最後醤油で調整した方がいいと思います。全部めんつゆでやっちゃうとかなり甘い肉豆腐になってくると思うんで、ああご飯何杯でもいけそうな気がします。おいしい。これ冷えて一日置くと豆腐に味が染みてもっと美味しくなってくると思います。あー美味しいの。これ絶対おすすめです。豆板醤ちょっと入れるだけでいい感じの味になってきます。じゃあ今日はちょい辛肉豆腐作ってみました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバイ。